い、ということですね。皆様こんにちは。クロンパチャンネルのゴルンバでございます。はい、ということですね。今回ですね、久しぶりの商品紹介でございます。はい。ね、久しぶりですよね、すごい。ね、じゃあ、やっていきましょうか。オレッツでしょー！はい、ということですね。ちょっとね、ネタ遅れなんですけど、そこはご了承ください。はい、ということです。今回紹介するのは、こちら。じゃーん、マイケシですね。まあ、ちょっと前に流行ったマインクラフトのおもちゃ、消しゴムのおもちゃですね。これね、だいぶ前のにまあサンタさんからもらったんですよね。だいぶ前にサンタさんからもらって遊んで、で最近遊んでないんでね、ちょっと動画で紹介、遊ぼうかと思って、ついでに動画で紹介しようと思ったんですよね。はい。で、中は、こんな、ジストですね。マイクラやってる方ならね、わかると思うんですけどね。はい。じゃあ開けてみます。こうかな。じゃあ行きます。あれ？出た。開けるんだっけ？じゃんじゃじゃん。はい。まあすごいね。遊んだことがあるんで、すごい入れ方雑なんですけど。はい。バラバラ。はい。でね、このチェストをまず横にして、で、このプレートがね、あるんですよね。これをね、ここにはめます。ここに。こうして、待ってね、これね、すぐ剥がれちゃうんで、このね、わかりづらいかもしれないんですけど、ここのね、くぼみがあるじゃないですか。わかんない、わかんない。ここね、ここにね、こうこれをね、ピタッとはめてあげるんですよ。こうして、そうすると取れにくくなるんですよね。これね、買ったばっかの人はね、なかなかね、難しいんだよね。こんな感じですね。これでこれね、下ね、ブラ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 、うん、グラグラしちゃうから、このね、変なね、石のね、4段積んだやつをね、裏側に入れるとこがあるんですよ。これをね、ここのね、刺すところがあるんで、よしっつってな。はい。で、これだけじゃね、1個だけなんで、あんまり刺せられないんですけど、もう一回あるんでね、刺してあげまーす。はい。そうするとね、ここをね、開くと、こうやってね、支えられるという感じですね。狭いな。まあ、いっか。ちょっと、開くか。ちょっと待っててね。まあね、今回ですね、こっちにね、家を作ると思うんですよね。それじゃあ家作ります。これね、ドアですね。これをここに置きますか。あー、どうしよう、こっちですか、わかんないや、ここでいっか。これじゃおかしいな。あ、これでいっか。これで、こちらね、作業台ですね。はい、こちらをね、ここに置きましょう。
そして、どれだ？あ、これチェストですね。こいつをね、ここに置きます。そして主役でもないか、ベッドね。ベッドこうなんかいいか、こうしてあげます。それで壁を作りますかね。こうしてね、積み上げてって壁を作ります。あ、ダメだ、こっちに壁作っちゃダメだ、みんなが見えないからね。こうしてくっつけてね、はい。ちょっとね、並べるのに時間がかかるんで早送りします。どうぞ。はい、ということで完成しました。はい、でもう一個あるんですけど、こちらね、 TNT キャノンというねやつですね。ここにね、これをね、このね変なやつをね、こうカチャッと引いて、ここにね TNT ポンと置くとね、置いてここにポーンってやると、これがポーンって行って、これがね、見てください、ポーンって出るじゃないですか。このようにこいつがね、ピューンってね吹っ飛んでくんで、このね石ブロックをねぶっ壊したいと思います。はい、じゃあ作ります。はい、出来上がりました。こちら、こちらですね、塔ですね。で、ちなみにね、これ余ってたんで一番上に草ブロックを置きました、ね、はいはい。それではね、こちらの TNT キャロンで TNT 打ってみたいと思います。それではいきます。 3, 2, 1, GO! かんかったわ、ごめんなさい。もう一回やります。今のは見なかったことに。それではいきます。 3, 2, 1。 強すぎんくねえか、なんだ
こいつら強えぞ。で、もう一個あるんですよ。なんかトロッコですね。これね、これはね、消しゴムじゃないんですよ。プラスチックで、これもプラスチックですね。こう、こうやって、こうやってやると、ああ、で、飛んでいくやつですね。これはね、すごいね。すごいんですよ。ここにね、人乗せられるんですよね。こうやって。ほら、まあ、すごいギュウギュウだけどな。後ろの人地獄だぞ、こんなの。見てよこれ、後ろの人地獄だろ絶対。前の人の後頭部しか見てないもん、こうやって。つまんなそうだよね。はい、ということでですね、今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。